高木春は、日本の政治家、山梨市長、元山梨県議会議員、山梨県山梨市出身、山梨県立日川高等学校卒業、リフォームガス会社、株式会社、高木の社長を務めた。2011年の山梨県議会議員選挙に無所属、民主党推薦で出馬し初当選した。2015年の県議選で再選。 2017年8月7日、前年に行われた、職員採用試験をめぐり、山梨市長の持月清健が、虚偽誘引公文書作成、同行死の容疑で逮捕された。同年8月13日、持月は辞職。8月23日、持月の辞職に伴う、市長選挙に立候補する意向を表明し、同日、県議を辞職した。十月一日に行われた、 市長選は民進党、社民党の推薦を得た高木と自民党の推薦を受けた元県議の奥山広正との一騎打ちとなり高木が初当選を果たした。選挙の結果は以下の通り、当日有権者数29,990人、最終投票率 65.00%2021 年9月26日投開票の市長選挙で再選。 当日有権者数28,858人、最終投票率63.86%。ありがとうございます。